はい、ここになんか馬の像がありますね。ということで、今私はこちら、帯広競馬場ですね、ここで万栄競馬を見てきたんですが、またここからはゲーセン巡りということで、夜の部という感じでね、やっていきます。次に私が向かうのはディノスパークかな。今日は手前でね、音更とあと帯広稲田店というところにも行ってきたんですけども、さらにディノスパークがあるということでそちらに向かいます。この帯広はなんかゲーセンいっぱいあるんですけども、なぜかというかあの大手のゲーセンというのがね全然ないんですよね。まあ、ファンタジープラザは大手と言えなくもないかな。一応全国にありますけどもね、まあ、ただ大手というほどではないな、まあ、ドンキとかにあるところなんですけど、まあ、それが2店舗、そしてディノスパーク、これが帯広市内2店舗で、あとはあのイオン内とか洋華堂内とかのね、まあ、そのモーリーとかではないなんか、もっと小型の店舗、とかなんですよね。これが不思議なんだよな。なんだっけか、隣の音更町には、万代という、まあ、あのリサイクルショップですかね、まあ、その系列のプライズ機いっぱいあるところがあったりして、で、まあ、この帯広のものはその需要を考えればなんかね、それこそのモーリーもそうだし、ラウンドワンは、厳しいのかな。いやでもなんか需要自体はありそうなんですけどもね。そう、まあちょっとないのは不思議ではある。で、こちら左側は JA の病院か。はいはいはい。まあなんか全国的に見れば割と珍しいかもしれないけども、私が前住んでた鳥で茨城県なんですけどもね、そちらも一番大きい、あの辺地域で一番大きい病院が JA だったので、まあ帯広なんかさらに JA 強そうだからな。はい、雨が降ってるな。なんかその大粒のがまばらにちょっと降ってるような感じですかね。まあちょっと嫌な感じはあるが、まあそんなにゲーセン遠くないはずなので、ね、もうさっさと歩いて行ってしまおう。ここが十勝バス乗り場西15条9丁目とありますね。この先私もバスに乗る予定なんですが、そのバスが7時51分かな、その次のバスだと思うんですけどね。なので、まあ、あと40分ぐらい、まあまあ、ゲーセン多分そんなに遊ぶものもないんじゃないかと思うんだけどもね。はい、まあ、早くそのね済んだ場合でもまあちょっと時間を潰す感じになる。こちら右側はなんか変わった形の建物が並んでいれば、これ馬関連なんですかね。風も強い。さっきのところから割とすぐでしたね。まあ、競馬場からもまあ10分ちょっとぐらいで、ディノス帯広入り口はどっちじゃい。ちょっと風も嫌だな。なんか今日昼間はね、気温もそんな高くないけど、ムシムシして暑かったんですけども、ちょっとこの雨と風で一気になんか寒くなってきましたね。今日は、まあ、冬の格好に近いようなね、まあ、上着は着ないけど中にちょっと着込むみたいな感じでいるんですけども、まあ、これでちょうどいいなという、はい、そこから入れそうですね。はい、こちら店舗自体は割と広いんですが、まあ、前情報通りメダルなしでしたね。はい、メダル以外の、まあ、あらゆるジャンルのね、まあ、最新機種が揃っているというところですかね。はい。で、ここはとりあえず、まあ、OK で、あれ？その、もうちょい先かな。バス停があるはずで、まだちょっと時間があるので、ここはなんか、派手な看板がある。奥の方にゲオとかあるんですかね。まあ、とりあえずそちらを軽く見てからバスに乗るというか、ドリームタウン白樺と書いてあるかな。はい、こちらのゲオ、そしてまあドリームタウン内のいろいろですね、軽く見てきましたが、まあ、ゲームコーナーなかったですね。はい、OK ということで、もうこの道のそこの信号のところですね、のまあ右側すぐのところにバス停があると思うが、ちょっとこの雨がな、さすがに傘を差すか。まあ、あるんなら差せという話なんですけどもね。かさばるからちょっとあんま差したくはないんだよな。その差しながらの撮影というのがね、ちょっとめんどくさいもので。はい、こちら白樺通り16条バス停ですね。今48分になるところで、私が乗るバスが7時51分、こちらですね。はい、これでまあ、今帯広駅からまあ歩いてこの、西の方ですね、に来たんですけども、さらに西のね、帯広から2つ西側、西帯広駅の近くまで、バスで向かいます。ここはかろうじてまあ屋根がある。これはなんかつけてくれたんかな。
ただこの位置はちょっとだいぶねその車道本線から離れているので、まあ、バスが近づいたらちょっと出てアピールした方がいいかもしれないですね。はい、定時できましたね。いや素晴らしい。ということでこちらに乗っていきましょう。鶴沢通り18条、鶴沢通り18条、お降りの方はお知らせ願います。次は道が空いててあっつう間に来たなって定時かな。今51分定時に来て今01分に行ったが、あ01分ですね。はい、ということでなんかいいなこういうのは。はい、片側2車線だけどもなんかずっとほとんど青信号で快適な乗車というところでしたね。そう、途中なんか4カ所ぐらい止まって降ろしたんだけどもね、それでも定時で来るわけだからな。はい、でまあ、ここがその白樺通りというやつですね。まあ、帯広市内の真ん中ぐらいをこう、東西になんか、突っ切ってるというか、そんな道でいいのかな。で、そこのピアザ福原に行きたいんだが、その手前、こちら右すぐのところにゲオありますね。うわ、これは突っ切っちゃ、ギリギリ行けそう。軽く見に行きましょう。はい、あちらのゲオにはゲームコーナーなし。そしてこちら、ピアザ福原にはまあ、情報通りというかゲームコーナーありましたが、小規模で、メダルはなしですね。まあ、一応写真も1枚撮りましたけども、まあ、このプライズ機とキッズ系のみみたいな、まあ、かなり子供向けに特化したような内容ですな。はい、ということで OK。現在時刻は8時15分ですね。これから歩いて、今日最後のゲーセン、ファンタジープラザ西帯広かな。まあ、今日は前半でね、駅前のファンタジープラザも行ったんですけども、それとはまた別の店舗がドン・キホーテの中にあるということで、そちらに歩いて向かいます。ここから25分ぐらいかな。そしてこちら島村だな。島村はまあ一応ゲームコーナー若干期待はできる。そしてもしあった場合もね、その一発の威力があるみたいなところなんで、まあ、時間場所が合えばぜひ寄りたいんですが、まあ、ここは閉まってますね。はい、まあ、ちょっとね、いろいろ考えたんですけども、まあ、ここはまあちょっと犠牲になったというところですな。はい、そう、やっぱりね、その駅前ファンタジープラザと万栄競馬をこの、まあ、日程、このね、取り入れとなると、まあ、ここにギリギリこう夜に来て、まあ、最後その遅くまで空いてるドンキというようなね、まあ、そうなってしまうのは、まあ、仕方がないかなという。まあどうでしょうね。まあおそらくないとは思うけどもな。まあ、ちなみに北海道の島村はね、フレッシュさんという方かな、なんか私もよく把握してない、名前を使い分けてる、そんなこともないかな、なんかそういう方がね、まあ、かなり詳細に調べてくださっているので、まあ、その辺を見れば一応そのある場合のある、そのなんだろう、ある場合は高確率でその人がある判定をしているはずなんですけどもね。そう、まあ、その乗っていない場合に本当にないのか、その人が来てないのかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあそんなところで、とりあえずまっすぐ行きまして、そのドンキホーテの手前に蔦屋もあるみたいなんでね、まあ、そこに寄りつつ向かいます。はい、こちら北海道バス、北海道バスというのはちょっと私は知らないな。そのバス停がありましたね。札幌行きの高速バスらしいですけども、北海道中央バスとはまた違うもんな。うん、まあそんなのがあるんですね。で、まあそんな感じで。うわ、真っ暗で見えないが、このなんかちょっと光ってるようなのがこれ反射なんですよね。よくわからないオブジェ的なものがあって、ここは公園ともまた違うのかな。なんか夜なんでさっぱりわからんな。あ、そしてありがたいことに雨はちょっと今止んでますね。
はい、なんかそう、あのさっきのバスを待っていた時は結構降っていたんですけども、バスを降りた時はまあちょっと弱まっていて、そして今はこれは完全にやんだかな。ゴッドザイダンクですね。そしてこちらも正面に、文房具とか書いてある看板があるけども、そこ右側ですね、ツタヤがね。まあ適当に行ってみましょう。はい、こちら奥の建物がツタヤで、手前が岡所というところですね。ゲーム、プライズ機が3台ほどありましたが、ゲームコーナー扱いできるほどではないということで、まあとりあえず OK。今日はなんかよくわかんないけど、書店にばっかり行ってる気がするな。なんか、なんだろう、行くところ行く先々に書店があるという感じなんですよね。ゲームコーナーを求めて行った建物、そのありそうな場所に書店があるみたいなね。もう何店舗、音更含めたら10店舗ぐらい行ってるかもしんねえな。はい、なんかそう、私普段あんまりそのね、あのイオンモール内とかだと行かないので、なんか不思議な感じもするが、はい、でも先ほど歩いてたのは一歩左側ですけども、まあこちらに来まして、その辺で右かな。はい、私が目指すドンキはこの右手側の方向にあるんですけども、ね、はい、さっきのところから、まあすぐの道を右に曲がってちょっと来たところですね。ここは西21南3だそうですな。まあこのゲーセン巡りではアルバルのまあ夜の住宅地といったところですかね。はい、ああ本当にアルバルだわ。あ、夜の空気がなかなか気持ちいいですね。あ、そう、個人的には結構好きだけども、しかし足に疲れが出ていますね。ちょっとタイミング的にはやっぱ早い気が、いや、33,700 か、33,700 だったらしょうがないかな。はい、適当に歩いてきて、西21南4とありますね。ここ左側にドンキだと思ったが、ちょっとこれは木が生い茂っていてあまり見通しが効かないですね。まあ多分その辺りにあると思います。まあ適当に。はい、こちらドンキ出てきました。ちょうどそこのね、そのメガドンキホーテの、看板というか、その下のところがゲームコーナーで、バベルとかちょっと見えてますけどもね。シングルメダルは一応、シグマの効果ジョーカーズワイルドですかね、それが1台、それからあとはなんだっけ、コナミ系のメカスロが2台か。であとはキッズメダルがややレアなやつがありまして、シグマのすし丸くんと、ジャンケンモンスター、それから掴んで取るチッチとドルアーガの等もまあ、若干レアという感じで、OK ですね。はい、まあ、ある程度分かってはいたんですけどもね。まあ、その通り。ちょっとこれ暗い時には怖いな。なんか謎の水路みたいなのがありますが。まあ、堪能してきました。はい、1,280枚。なんかちょっとキャンペーンかなんかで安くなっていて。それでまあ、1時間半ぐらい遊んできましたね。まあ、ちょっとネカフェの8時間パックを使うとなると、ここで時間を潰したかったので、その点でも OK。まあ別にネカフェにさっさと行ってね、ここで使う1000円をネカフェ代に回すというのもあったんですけども。まあ一応ドルアーカのとは、まあ撮影というかね、その、そういうまあ、いいシーンまではいかなかったんですけどもね。まあ個人的に好きな機種なので遊べただけでも OK という感じで。はい。ということで、こちら終わりで、まあ、帯広編はまあ終了ですね。一応こっからネカフェまで歩いて25分ぐらいということなんで、まあもうだいぶ時間遅いですけどもね。まあ今ずっと座ってて、まあ元気は回復したので、まあささっと行っちゃいましょう。ここは微妙に川になってるのかな。なんかこっち側あんまよくわかんないけど、向こう側は一直線になんか、ね、左右木が続いている。よくわからんな。はい、でなんかもう一本川があって、その川を渡ってすぐ左、これまっすぐ行ってその先で左、まあ、この直角に行く感じでももちろん行けるんですけども、なんか斜めに行く道があってね、まあ、そちらを通った方が若干早いらしい。はい、ここは西20南3と書いてあるな。まあ全然わからんけども、まあ一応帯広の市街地、ここは横山、なんかコンビニっぽいけどコンビニじゃねえかな。いや、コンビニっぽくないと見せかけて実はコンビニなのか。はい、まあ適当に。はい、こちらにも変わって夜だからほとんど映ってねえわ。こういうところは昼間に撮影したいんだがな。しょうがねえな。はい、そうね。まあどうしてもね、やっぱりその時間フルに使うことを私は考えてしまうので、
そう、まあ、でも今日、まあそうだな、でも夜10時過ぎだったら、まあそう、フルに使ってる感じになりますね。夏場でいくらね、まあ日が長いとはいえ、まあどうしようもないな。はい、さっきのところそのまままっすぐ来て、まあ本当になんかね、あの、ただの住宅地。まあそうだからあんまり喋んない方がいいかもしれないけども、まあここ来てますが、その斜めのところが一旦途切れてね、まあ横に進んだという感じで、またなんかその辺から斜めのこう、右斜めというか復活するという感じなのでね、はい、そう、ここ本当はまあ斜めにずっとショートカットというかね、できればよかったんだが、なんかちょっと太い道に出たと思ったけども、そこの橋は狭いのか、そしても橋渡ってね、なんか向こうの幹線道路に出て、幹線道路沿い、まあさっき通った白川通りか、それでもいいんですけども、ここ右に曲がってなんか裏からも行けるらしいんで、ちょっとそちらから行ってみましょうかね。道なりに右に曲がって、ここはバッティングセンターっぽいが、まあこの時間はやってない、まあ、ここ軽く Google マップで見た限りではゲーム機はなさそうな感じでしたがね、まあもしかしたらあるのかもしれない。いやちょっと上がらんな。はい、何時までやってんだろう、午後9時と書いてありますね。ということはまあ最速最速で来れば見れたかもしれないけど、まあでもないでしょ多分ね。はい、でここも突き当たりを左に行きまして、その辺、あ、ジョイカフェある、ありますね。この電気のつき方は間違いなくやっている。はあ、いやや、っと休めますね。10時42分、明日朝6時50分のバスっつうのがあるので、まあちょうど8時間パックでね、ぴったりといったとこじゃないでしょうか。じゃあおやすみなさい。おはようございます。朝6時40分、いや寒いな、寒い、もうほぼ6月に近いぐらいなんですけど今ね、この寒さはちょっとまあ関東ではありえないなというようなね、その冬の風なんだよな。はい、いや、この冷たく吹きつける闇ちくりという感じだが、はい、いや、しかし今日は青空なのか、これはいいですね。まあ、ちょっとね、今日そう、もともとの予報でも帯広は晴れで、これから行く釧路はちょっと雨かもっていう、まあなんか微妙な感じなんですけどもね、まあそれはしょうがないな。はい、で、ネカフェ、ジョイカフェ結構あの、快適でしたね。まあなんか土曜の晩なんで人は多かったですけども、まあ、それほどうるさいというわけでもなく、ブースもまあ広さは普通ですけど、割と綺麗で、ついでにあの、あら、あ、もしボタン式なのにゃ、ほら。漫画、あの、なんか最近でもないか、ちょっと前に話題になった、タコピーの現在とかいう、あの、漫画がたまたまあったんで、それを読んだりしましたね。はい、休まなきゃいけない時に読んでしまったり。2巻なんで、まあ30分ぐらいで読み終わりましたが、はい、なんか普通だったな。はい、こっちもなんかジョイカフェと書いてあるが、まあ完全に裏口なので、こっちはなんかちょっと寂しい感じもある。ちなみにここのお店、6月20日ですね、で一旦閉めて、なんか同じというか違う系列のネカフェがまた入るみたいな、そんな話らしいです。帯広のネカフェここだけらしいんでね、まあ、残ってほしいなという感じはありますけどもね。で、はあ、昨日はそうか、この道も暗くなってから通ったので、いいですね、この明るいのはね。うわー、これですね。あ、合ってるね。循環線の帯広駅に行ってすぐ行く事故。そして朝一のバス早えな、土日で5時間のバスがあるの。陸別線ということでね、もう陸別といえば、まあ、日本一寒いとか言われたりしますけども、結構帯広から遠いはずなんだけどもな。はい、来ましたね、1分遅れ、優秀ですな。帯広駅まで行っちゃっていいんかな、なんかちょっと手前の方があれかもしれない。白林台南町1丁目、
降りの方はお知らせ願います。これ唯一乗っていた方がここの病院で降りて、私一人かな。これスマホアプリでお支払いできますというのがあるのか。まあここあの帯広のバスは IC カード使えないんですけども、こういうのが今なんか導入するのが手軽だったりするのかな。はい、そう毎回小銭用意するのめんどくせえんだよな。そう帯広でバス乗るの5回目ですけどもね。で、今6時58分ですけども、ここは7時発らしいのでね、ちょっと時間調整ですもん。ということでバスターミナルですね。これもラッピングバスだったんだな。はい、まあそんな感じで今朝は本当晴れてるな。まあ私はこれから行くね、まあ、釧路とか根室はなんかあんま晴れないイメージが個人的にはあるんですけども、この十勝帯広はなんとなく、まあ、こういうね晴れが似合うという感じもするんで、まあちょっとでもね、こういうのが見れてよかったな。はい、まあ、ちょっと遠くの山とかもね、まあ、見えてましたけども、 GoPro で映ってるかどうかはわからん。なんか新千歳空港行きとかもすげえ朝早くからあるんだな。面白いですね。はい、まあそうなんかね、その近郊のこの市内の路線バスだけじゃなくて、まあ、ちょっと遠くまで行くような、ものも全部ここに集約されてる感じで、なかなかいいな。そこに泊まってる広尾行きなんかもあれ2時間ぐらいかかりますからね、広尾までね。そう、で私はまあここからね、列車に乗りまして、ご案内いたします。7時25分発十勝帯広空港行き連絡バスご覧の皆様、乗車券をお買い求めの上10番台とかしてお待ちくださいませ。はい、空港行きのバスがあるということですね。これから列車に乗って、まあ、そう今日は釧路に泊まる、まあ、午後は釧路のゲーセン巡りなんですけども、まずは近くに行くという、またドーマの区切りがあるな。そこに温度計があって、それはちゃんと表してるのかな。16度か、なんか風が冷たいんでね、16度とかあるように思えないんですけどもね。体感の気温だとまあ一桁だよなこれは。はい、15度ですねこれはね。ああ冬の朝に来るとね、まあこのまあ、どこまで下がるかっていうのが面白そうですけどもね。帯広は確かマイナス38度とかいう記録があったと思うが、はい、まあ、近年この都市化ではまあなかなか下がらないっつってもマイナス20度ぐらいはあるんだっけがね。昨日はなんかあんま時間もなくてこういうの見てなかったけども、はい、そう帯広市ってなんかこうこっちに長いんですよね。そんでまあこの北の端っこがまあ中心市街地という感じで、今日これから行くところが出ているじゃないか。まあ、池田に行って戻って、この幕別町の札内ですかね。まあ、その辺をちょっと見て、それから釧路に向かうという。はい、十勝ですね。なんか見えていた山はこの辺かな。なんか1800メートルとかの山が結構あるんですね。北の方も若干見えていたが、
わからんな。ぬかびらがこの辺か。あかんこはもっとこっちですね。はいはいはい。まあそんなところですね。帯広、やっぱりいいな晴れは。